プライム上場株式会社ベクトル創業者会長兼社長西江啓司様です。西江会長、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今日は上場企業の経営者の方にお話を伺います。直接私がお話を伺うことで、その企業の目指している世界観やビジネスモデル、足元の業績、今後の展開について直接お話を伺っていきたいと思います。それでは今回のゲストをご紹介いたします。プライム上場株式会社ベクトル創業者会長兼社長西江啓司様です。西江会長、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。会長でよろしいですか？はいはい、引き続きでもありがとうございます。はいはい、よろしくお願いします。2回目のご出演ということで本当に嬉しいです。はい、前回ですね、21年の12月頃だったので本当に寒い時期にですね、はい、今日暑いですけど、今日はめちゃくちゃ暑いんですが、寒い時期に西江会長のお話を聞いてちょっとピリッとしたことを覚えておりますが、そこから約8ヶ月経ちましたので進捗のなどをお話伺えたらと思っております。はい、よろしくお願いします。はい、で改めてなんですけど、御社はですね、国内ナンバーワン、そしてアジアナンバーワンの PR の注目企業だということですよね。はい、でこの10年間 の、 業績もちょっと振り返ってみたんですけれども、はい、営業利益が約9倍に成長してますね。もともと10年前7億2000万円だったものが直近62億ということなので、凄まじい成長を、ね、これまで遂げておられますよね。そして株価も、上場後ですね、一時約28倍、すごい、はい、成長されているということなので、このあたりの、成長の秘訣と、まだまだ成長されるということですので、そのあたりのポイントについても今日お話を伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、では、具体的に事業セグメントの中身に入っていきたいんですが、7つセグメントがあるんですよね。はい、で御社の一番こうメインとなっているのが PR 広告事業かと思います。はい、ここはどんなことされているんでしょうか？PR は、企業 の、 そのどういうかな、電通さんとか博多さんが広告を出したいと思ったら、メディアに広告を出したいと思ったら電通とか博多さんですね。で PR は、メディアの記事に載りたいとか、番組 で紹介してもらいたいとか、そういうのがPR ですね。だから記者発表会をやってメディアの編集の人間呼んだりっていうのが PR 事業ですね。なるほど。はい、だから PR 自体、記事に載せること自体は有料ではないですもんね。 無料ですもんね、あそこは。記事のところはだからお金を払わずにどういうふうにアプローチする、だから無料ですね。うん、そういう意味で。ただ記者会見を開いたりとか、その記者の方を呼ぶことにコストがかかるというか、訪問証がかかるので、はい、そこがベクトルさんがサポートされてるんですよね。はいはい、メディアにうまくどう乗っかっていくかっていうのが僕らの仕事です。私ね、あらゆる記者会見によく呼ばれて、はい、もうベクトルさん の、 ラウンジで記者会見をよくされるので、はい、そこによく行くんですよ。はい、ものすごい皆さん担当者の方がもう営業力があるので、メディアの方をめちゃくちゃ呼んでくれますよね。はい、そういう仕事なんで、ね。はい、なので結果、はい、記者会見の内容が拡散されて、はい、あらゆる、メディアネットとか、あとテレビも来ますよね。そうです ね、 ね、はい、そういう仕事なんで。はい、それが、サービスとかものを広めるときに非常に役立つということ。まずみんなお金を使わずにうまくどういうふうに世の中に広めるかというのが PR なんで、うん、そうなんですね。はい、そこがやりたいときにうちに来るという感じですね。本社はここの国内ナンバーワンでありながらアジアのナンバーワンだということなんですね。はいはいはい、でそして続いて2つ目の事業ですが、プレスリリースですね。はい、こちらはですね、 PR タイムズも上場している会社かと思いますけれども、ここはもう使ってない会社がないんじゃないかっていうぐらい多くの企業が使ってますが、どんな業セグメントでしょうか？まず先ほど言ったように、うちのビジネスモデル自体が0円からものを広めるというのに、1億円ぐらいまでに使わなくちゃいけないことの商品を並べてる会社なんですよ。でまず、商品をこう広めたいと思ってて、必ず今ニュースリリースを作るんですよね。でそれをこうメディアに投げる、はい、でそれを IT で投げるっていうのが PR タイムズ。ああ、そうですよね。はいはい、昔はね、こう手でね投函しに行ってましたもんね。ファックスとかだったんですけど、ね。はい、それももちろんありますが、 PR タイムズに登録すると、300社ぐらいの名簿があって、記者にバーンと届くんですよね。そうですね。ちょっと今何社か忘れたんですけど、ね、すごい、そうですよね。はい、それも設定できます、料金によって。はい、私ね、自分の社団 の、 PR タイムズ使ってるので、はい、あれで投稿しています。で少しちょっともう一度PR の広告事業に戻りたいんですけれども、はい、この中で非常に成長を遂げたのがタクシーのサイネージですよね。はいはい、これはもうベクトルが参入したことによって業界が大きく変わったかと思うんですけれども、でもうちと日本交通さんの
ちょっと経営が2つしかない、そうですよね、はい、ここ今タクシーサイネージが 12,500台で月間820万人の方にあの広告でリーチしてるそうなんですよね、はいはい、見ない日はないですよね、まあ、タクシーに乗ったらね、そうですよね、はい、無理やり見せされるんであそこで、まあ、新しい企業の方々がサービスとかものとかを広めてるということなんですよね、はいはい、ありがとうございます。でそして、続いて、ビデオリリースに行きたいと思いますが、はい、これは、プレスリリース PR タイムズのビデオ版みたいなイメージですか？ちょっと違いますか？ちょっと違うんですけど、うん、まあ、ある意味ものを広めるときに今動画じゃないですか、はい、でニュースリリースも悪くないけどやっぱ文字なんですよね、で今のだんだんここからこう動画になっていく時代になるので、うん、まあ、それのような商品ですね。なるほどね、はいはい。であの、まあ、PR とプレスの事業はですね、営業利益がプラスなんですが、ビデオリリースが少し赤字になっているんですが、はい、ここはどんな背景が？クォーターです。第一クォーター、はい、第一クォーターですね、はい、基本はそのなんで赤字かっていうのは、まあ、コロナ前3億ぐらい利益出た時期、3億利益出てた、はい、でコロナになって PR 業って3割ぐらい食らうんですよね、うん、マイナスに。あ、コロナの影響を。で、うん、そのセグメント的に言うとニュースビデオリリースは広告ジャンルに入っちゃう。広告ジャンルなんですね、はい、でコロナの時の広告ジャンル、広告のセグメントになると半分から7割ぐらい食らっちゃうんですよ。ああ、そうなんですね。で、まあ、簡単に言うと3億円の利益が出て次もっと上上がるぞって言って人いっぱい取って、うん、いきなりコロナ食らったっていう。でこの広告ジャンルなんで結構食らったんですよ。で今それを回復、まあ、新規事業もやりながら回復中っていう感じですね、まあ、今期はもう黒点するんで、はい、そうなんですね、はい、まあ、そこまで問題はないと思うんですけど。わかりました、はい。まあ、あの企業のお財布が PR と広告とって違うので広告の方が絞りやすいっていうことなんでしょうね、おそらくね。あ、まず PR はマストでみんなやりたいじゃないですか。あ、マストなんですね。そうそうそう、あ、絞らない。まず PR から始めるんで、で次に広告っていうことなんです。もともと PR 自体が不況に強いんで、はい、あ、そうなんですね、はい。でこの広告のところも、まあ、今経済再開に向かっていますし、おそらくねこれからの時代文面だけじゃなくてビデオでプレスリリースを届けるような時代になってくるので、ここは絶対成長産業ですよね。そうですね、はい。でこの先は黒字転換されると。あ、もう今年黒字ですね。あ、分かりました。そしてダイレクトマーケティングというこのセグメントは、はい、企業が直接ユーザーとかにリーチするっていうイメージかと思いますが、どんなことされてる？ D2C っていうのは、うん、ネットで物を売るって感じです。あ、なるほどなるほど、はい、だからよく今ネットで買うじゃないですか、うん、単品通販のネットで売るジャンルですね。ああ、単品通販で定期購読でネットで買う。定期購読、はい、で一番伸びてるんですよね結構。ビタブリッドジャパンさんが手掛けてるところですよね、はいはい。だから美容とかが相性がいいんですかね、定期的に購入して。今一番売れてるのはターミナリアって脂肪を、もともとはビタミンでその毛穴にビタミンを入れて髪の毛が生えるみたいなんで流行った。これ韓国の技術の会社なんですよ、それで流行ったんですけど、うん、今は脂肪を燃焼するやつで、で多分それすごい売れてるんですよね。そうなんですよね、はい。なんかここの、ビタブリッドジャパンだけで売り上げが102億あるということなんです、はいはい、すごいですね。セグメントだけでもそれだけ、まあ、あるということで、だからなんでじゃあ物を広める会社がそれやってるのかというと、うん、例えばライブコマース、はい、中国ライブコマース有名じゃないですか、ええ、でそれがあれが広告なのか PR なのか、うん、もう実際売ってるじゃないですか、ええ、どのジャンルなのか全部入っちゃってるんですよ、うん、なるほどね。だから僕らも、まあ、その PR だけの垣根に捉えられるだけじゃなくて広告もやりながら、うん、あとはプラス売るっていうのもやるっていう意味合いでその D2C を始めた。あ、そういうことなんですね、はいはい、売るところまで。そうですね、 PR 広告売るところまで全部がもうライブコマースとかなんても全部が入っちゃってるんですよ。そうそうそう、そういう、そこの投稿ですね。西井会長、奥様が中国人。あ、そうですね、中国人、ね、だからそういった文化とかもよくご存知なんですよね、はい。まあ、向こう発達してるんでね。素晴らしいですね。そしてメディア CMS というセグメントがありますが、うん、はい、これはオウンドメディアの強化というふうに書かれてますが、これどんな事業なんでしょう？今物を広めるときにまずやるのが、うん、まあ、例えばそのさっき言ったその PR じゃないですか、でニュースリリース出しながら記者発表やったりしてメディアに取り上げられて、で、まあ、動画をみんな作り出すんです、はい。でプラスメディアに乗っけるんじゃなくてオウンドメディア、例えばトヨタイムズとか、あ、自分たちで人のメディアに乗っけてもらうんじゃなくて自分たちでメディアを持っちゃうっていうのが、まあ、普通なんですよ、で例えばベンチャーでそのデジタルアートで当てるより、それも悪くないんだけど、うん、自分でメディアを持っちゃった方が
客が来るんですよね。そうです。なかなかだからそれをオウンドメディアって言うんですよ、うん、自分で所有してるメディアっていう、はいはい、それの仕事を一番受けてるのと、それの、うん、IT プラットフォームです。なるほどね、はい、結局ね、拡散してもちゃんと自分たちの基盤がないと落とし込めないというか、ビジネスとして利益が得られないので、そうですね、あとは自分で記事を作っちゃうって感じです。うん、あ、そのね、オウンドメディアってすごく大変じゃないですか、作るの、記事作ったり。まあ、それが仕事なんです。それをベクトルさんがやってくださるんですか。受けて、あとそれ用の CMS も作ってるって感じです。あ、そうなんですね、はい、これはお任せしたい企業かなり多そうですね。そうですね、はい、オウンドメディア作りたいって声めちゃくちゃ聞くんですけど、オウンドメディアをナンバーワンの会社っていう立ち位置です。あ、そこもナンバーワン、はいはい、素晴らしい、ありがとうございます。まあ、そうなると今お話伺ってきたところまででも本当に成長が見込まれる。今そうですね、懸念点はあんまりないです。本当ですね、はいはい、うん、ありがとうございます。そして今ちょっとお話ありました HR 明日のチームのところですが、はい、ここは人事評価業務のクラウド化したものですよね、はいはいはい、ここもね HR なので非常に、まあ、成長力があるかなと思いますが、さらに給与とも連動してるんですね。まあ、給与の人事評価を作る時 の、うんうん、あの CMS です。あ、そうなんですね、はい、ここも導入給与がどんどん増えてる、増えてる。あ、これも CMS なんで、その SaaS なんでクライアントが増えたら積み上げ式でいくって感じです。うん、なるほど、底堅い成長が見込まれる、はい、ということですね。まあ、元々2年前かなまで赤字だったんで、規模ぐらいの赤字 でそれでもう SaaS に振り切ったんですよ。それで去年が 2.5 億で今期 3.5 ぐらいの数字が出るので、うん、まあ、全然もうここからこうどうやかな定期、うん、緩やかに、うん、サブスクなんで、サブスクで上がっていく、クライアントが増えていけば増えていくっていう。なるほどなるほど、分かりました。そして投資事業ですね、ここはもうすごいですね、178社の実績があって、はい、IPO も、27社の実績があるというところで、ここは本当にいろんな会社が上場してきてますよね、今ね、はい、今年もね、はい、うん、ここは何か西井会長、そのあるんですか、投資の目利きというか、目利き、5年前は全然素人でやり始めてたんですけど、全くやったことないじゃないですか、で、まあ、今はもうやり方大体分かってきてて、で上場したい会社も大体ものを広めたいんですよね、うん、まあ、分かりやすく言って、う、まあ、どうせ投資を受けるんだったら、うん、まあ、VC は悪くないけど、うん、お金だけの可能性もあるじゃないですか。確かにそうです。僕らの場合お金も出すけどものを広めることができるの で、うん、でそれを手伝ったトラックがもう100社ぐらいあって結構パフォーマンス出してるんですよ。そうですよね。それで今も集まってくる状況なのっていうのが大きいのかな。御社に、まあ、出資していただきながらPR 広告を使って、ね、さらに伸びますもんね。そうですね。ベンチャーの会社が資金調達して例えば 2,3 億した時に必ず何やりたいんだ、大体物を広めたいんです。そうですね。でそれを頼む商品はもううちに全部並んでるじゃないですか。おっしゃる通りですね。だから多分、まあ、そのお金がどうやかな、まあ、うちの場合取引出資みたいになっちゃうんで、うんうんうん、そうそうそう、うん、なるほどね、はい、物出資もするんだけど多分 2,3 年したら3000万入れたら3000万返ってきてる、うん、そういうことですよね。そういう方法なんですよ、うん、確かにね、資金調達したらもう絶対広告とか PR は使わざるを得ませんからね。で、はい、で少し戻りますけれども、御社他に新規事業にジョブ TV とヒロメルがあるという認識で大丈夫ですか。はいはい、まあそうですね、はい、うん、なるほど。でここはまだまあ、売上がまだ立っていないという認識ですか。いや、あ、そうか、まあ、徐々に立ってるんですけど、うん、ヒロメルとかも、まあ、普通にこれからですね。あ、これからですよね、はいはい、次なるね、このプレス PR タイムズとかあとはタクシーサイネージ以上に大きくなりそうな、まあ、ジョブ TV は大きくなると思いますね、はい、ちょっとジョブ TV について伺ってもよろしいですか。すごい簡単に言うと会社の説明会動画見たいじゃないですか。結局、説明会行ったら見るじゃないですか、うんうん、それをそのままもネットリックスのように見えるって感じです。そうなんです。だから会社版の説明会動画のネットフリックス、でこれはこう全部並んだらその価格コンみたいに並んでる感じです、うんうんうん、でプラス登録者も自分で動画を撮ったり写真入れるんですよね、はい、そしたらボタンを押したら応募ができるから、うん、要は出会い系サイトマッチングサイトみたいな、うんうんうん、それと一緒ですね。なるほど。就職活動の方がメインですか。そうです。中途も今後やります。ネットフリックスかける出会い系サイト。なるほどなるほど、はい、ここもね、あの業界の既存概念を覆しそうなプラットフォームを今作られてますよね。なのでここ HR の業界に入ってくるんですよね、おそらくね。今の時点では新規事業で、うん、まあ、明日のチームは今までマイナス9ぐらい1回掘ってたんで、ここに入れるとまたマイナスかって話になっちゃうんで、うんうんうん、今は広告の中にその投資の金額入れてます。で、まあ、少し大きくなってきたら、あ、出だしたらあの HR の HR のところになってるんですね、はいはい、そしてヒロメルというサービスもあるんですよね、はい、まあ、これは
あの物を頼む物を広めたいと思った時の2、300枚以上にこう、うん、頼むサイトみたいな立ち位置です。まあ、このこういうふうな過去の PR の事例があってこういうふうなところに頼みました。こういう例えば CM を頼むときに今、伸ばせる伸ばせる、はい、伸ばせるとか CM 頼むときに伸ばせるじゃないですか。ああそうですね、はい、それと同じ感じですね、うん、それを要は物を広めたいと思ったときに広めるっていうのを狙ってるわけですね、うん、そのときに、まあ、先ほど言ったように、まあ、ベンチャー企業とかいろんな会社が物を広めたいときのケースタディでうちが一番持ってるんですよ。そういうことですよね。そういうことです、うん、じゃこういうふうな PR こういうようなところに、まあ、出向するなりしたら結構まあそうですね、それをネットで頼める頼めるというパッケージみたいな感じですよね、はい、そうですね、はい、分かりました、ありがとうございます。では、業績の内容に入っていきたいと思います。直近決算発表されました、1級の決算ですね。こちら、確認しておきますと売上高が131億、そして営業利益が14億7000万円ということですけれども、進捗率が売上に関しては 24.7%、 営業利益も 23.8% と、高進捗のように見えますけれども、こちらいかがでしょうか。あ、まあ、後期で伸びるはずなんで、あ下期変調、あそうそうそう、ええ、だから全然、あ、まあ、そうですね、はい、あそうなるとさらにここのに上乗せしてくるということですね、進捗率としては。まあ、そうだと思いますけど、はい、分かりました。で今後、まあ、数値目標も確認しておきたいんですけれども、通期の見通しですかね。通期の見通しが23年の通期の見通しが売上高531億そして営業利益が62億ということなので、ここのあたりも、まあ、達成可能というか、まあ、そうですね、うん、そういうふうな計画になっている、はい、ということなんですね。でここからはですね、中期経営計画の内容に入っていきたいんですけれども、はい、改めて中期経営計画の内容を数字で確認いたしますと、23年の2月期の、営業利益で見るんですね、はい、計画はメインはそうなんですね、はい、営業利益で、62億で26年には100億円の営業利益を目指されているということなんですよね、はいはい、このあたりはどういうふうな思いというか戦略がありますか。普通に今、うん、そのそもそも PR もリテーナーというかサブスクっぽいやつが多いんですよ、リテーナーとは年間契約みたいな、年間契約クライアントコンサルティングの、そうですね、うん、だ全部積み上げ式なんですよ、基本は、はい、で先ほど言った明日のチームとか結構その、まあ、7、8割型積み上げが多いので、数字が結構見えてるんですよ。あそういう意味で、まあ、100のとこまでは硬いなっていうんで出してる感じですね。ここはまあ新規の事業とか入らずに、あ、まあ、ジョブTV とか入れてないですね。あ入れずに既存の今の形で普通に行くであろうという数字なんですよね、はい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 、いや素晴らしい成長力ですね。でもし新規のものとか入れてくると、先ほどのジョブ TV なんかは HR の業界ですから、はい、ものすごい大きいですよね、まあ、マーケットは PR と同じぐらいあると思うんで、 PR と同じぐらいあるんですね、はいはい、まあ、マーケット全然 PR でかいですね本当のことで、はい、この事業が当たれば今の PR と同じぐらいの利益が出てくるとは思ってます、はい、ここが入ってくると どれぐらいの数字かになってくるんですか。いやでもまあちょっと今投資の時期なんで、うんうん、その中期計画の2年最後2年間ぐらいから入ってくる感じですかね。あこのあたりから、はい、まあ、普通にでかく入ってくると思う。2025年ぐらいからガツッとこう HR のところで入ってくるということなんですね、まあ、まだちょっとそれ作った時はまだやり始めてるんでまだ分かんないんで、うん、で今そのまあ広告業界が大きいというお話ありましたけれども、どれぐらいの市場規模なんですか。まあ、PR がもともと1000億なんです。1000億なんです。1000億なんですね。で僕らも PR じゃなくて戦略的に言うと6兆円を狙ってるんですよね。広告業界、広告業界6兆円狙ってて、で分かりやすく言うと物を広めたいと思った時に電通さんとか博報堂さん頼むじゃないですか、うん、そしたら、まあ、そうは言っても3億ぐらいするんですよ。3億以上するんですよね1回頼むと。まあ B2B でその大きい会社しかやらないんで、テレビ CM とかもう全部含めて、あ、なるほど、ちっちゃいことやらないじゃないですか。そうなんですね。でだそれを服に例えると、うん、まあ、僕らは物を広める時に服に例えると一流ブランドの服が電通さん博報堂さんで、僕らはザラ、うん、ユニクロを狙ってる感じです。なるほど。で、まあ食べ物でいうとフランス料理を食いたかったら電通さんで、僕らはマクドナルドを狙ってるって感じですね。だからあんまお金をかけずに今っぽくものを広めるにはどうすればいいかって言われた時に、それを一気通貫して全部持ってる会社ってあんまりないんですよ、はい、確かにそうです。ほぼないんですよ、ね、でそこを僕らは狙ってるって感じですね。それがこのファストカンパニーっていう。そうですね、まあ、まあそうですね、ファストカンパニーですね、はい、なるほどね。本当にベクソルさんのサービスを使ってる企業私本当によく見ます。そして、他に戦略なんですけれども、ここは広告の戦略の深掘りになりますかね、はい、広めるとか PR バンク、これはPR の流れの中の DX 化ですね。PR で具体的に、うん、
まあ、人が例えば PR した後にどういう可視化してどうやかな人がやってるようなことがある、まあ、ほとんど いやそうです、人海戦術ですよね。それを DX に変えてるって感じですね、DX 化して使うためのツールって感じですね。まあ、そうなんですね。もともとさっき言った PR タイムズがニュースリースの配信の DX なんで、そうですよね、今度 PR やるための DX が PR バンク、まあ、データもあるしこれまでの知見もあるから、まあ、それを数値化して一般化するという、誰でも使える、作業の DX、 作業の DX をされるんですね、ありがとうございます。そして、タレントコミュニケーションというものが一つあるんですよね。まあ、タレント戦略として、ね、じゃあ物を広めるときにタレントを使っ、まあ、どうやかな2つあって、僕らがまずタレント使おうと思ったときに代理店さん頼んだら、まあ、テレビCMくっついてくるんです、そうなんですね、大体普通に、そしたら3億とか10億ぐらいするんですよね。ベンチャー企業をやろうと思ったら難しいじゃないですか。難しいですね。そしたらタレント使うんだけどデジタルで回そうとかタクシーで回そうっていうのが今流行ってるんですよ、でそれがベクトルが今すごいやってることが1個ですね、なるほどなるほど。プラスもう1個ちっちゃい会社群ですね。タレント使うんだけどタレントバンクの方は、タレントバンクっていう事業はこれ欧米とか中国じゃ普通に流行ってるんですけど、まあ、有名なタレント1個使うと思うと3000から5000万するんですよ。そうなんですね。それを、ね、年間3000から1億かな、ごめんなさい、でそれを CM とかも撮らない動画も撮らないけどその肖像権のデジタルの肖像権だけを使い放題、写真だけってことですね、はい、使い放題が年1人1社あたり年間600万ぐらいですか。おー、なるほど、ね、そういう商品です。あ、普通はあれなんですね、あのタレントをホームページに使いたい場合はテレビ CM もついてきてて、あ、それが代理店ですね。そうですよね。僕ら代理店別にそれ以外のタレントだけ売ってもメリットないじゃないですか。あ、そうなんですね、はい、だからそうですね、でもテレビを落とさないと儲かんないん で僕らはタレント使うんだけどそデジタルとかで回すいろいろこ う, そうです、ね、切っていくってことですね、縦型動画で回すのところを、ね、はいはい、あ、そうするとこの部分だけでいいからちょっとホームページに出てほしいっていうニーズはありますよね。でそれのもう一個ちっちゃい版がそうですね。あ、そうなんですね、はいはい、かつ、まあ、デジタルにも載せるところもあったりとか、そうです、ね、このあたりを今ここは今育てているでも全然順調にいってます。あ、順調なんですね、はい、まあ、まだすぐ黒点するんじゃないかな、タレントバンクもね、うん、あ、そうなんです、ね、タレント事業自体は PR のうちの領域ですごい仕事がやって、あ、そうですよね、もともとね、はい、記者会見とかでタレントさん、はい、たくさん使われてますもんね、はい、分かりました、ありがとうございます。そしてもう一つ VC×PR です。ここもすごく得意中の得意ですよね。まあ、これちょっと、今まではあの僕宛てに来たやつを、投資でやってたんですけど、これをベクトル本体かけるナンバーワンベンチャーキャピタルみたいな感覚でやろうと思ってる感じですね。あ、なるほど、今までは西井会長の、まあ、属人的な属人、まあ、うちの僕宛てに来た方、そうですよね、投資してほしい方多いですもんね、はい、それを、まあ、ベクトル社として、まあ、こう全マーケットのスタートアップのマーケットをこう、狙って取りに行くっていう感じです。あ、なるほどね。ここもね、売上伸びそうですし、まあ、あのリターンが IPO とかすればもう十分、全然大きくいくと思います。回収できますよね、はい、ありがとうございます。ナンバーワン PR 会社×ナンバーワンベンチャー投資の会社を狙ってるって感じです。なるほどなるほど、はい、じゃあ今お話伺ってくるとまず PR 広告で非常にナンバーワンだったところと、はい、そこに PR×HR まで入ってきてます、はい、HR、はい、さらに PR ×VC まで、VC、もう何軸も太い軸があって、はいはい、それぞれマーケットが非常に大きいですもんね、はい、大きいですね。そこでまあ他の企業さんがやっていないような独自の切り口というか独自のポジションでビジネスを展開されているのが特徴かなって、そうです ね似たようなのはあるようでないですね。ないですよね、はいはい、かつ、まあ、むしろ御社が新しく作り上げているっていうところありますよね、まあ、タクシーの再燃費もそうですしね、はいはい、ありました。まあ、うちはその時代に、どうやかな、物の広め広告業界も物の広め方はすごい変わってるんですよね、で今も縦型動画とかじゃないですか、はい、あ、そうですね、そうそう、リールで、でTikTok で、さすがもうご覧になってですね、もうそういうのを僕らもやってるんですよ。あ、でそうですね、それをものを広めるときにそれをオーダーしたいけどそれってまあどうやかな時代がむちゃ早いんですよね、はいはいはい、でそういうで今うち多分縦型動画だけで今年100社ぐらいやると思うんですけど、そうなんですか、そういうのに対応できる会社っていうのがうちの強みですよね。でものの広め方がまあ今文字見る方は見ないじゃないですか、っていう時代にもう切り替わっちゃったんで、でその辺をこうまあ、全部対応できるというのがうちの特徴ですかね。あのベクトル社としては企業が物を広めたい時の
時代の変化が長い流れが早いので、それに全部常に対応しながらサービスをいろいろ展開して作れるってことです。作れるってことなんですね、はい、その機動力が素晴らしいですね。まあ事業作れるっていうのが強いと思います、はい、それは西井会長がやりたいっておっしゃって、まあもともと僕らはベンチャーなんでそういう体質の会社やからっていうのが大きいと思います、ね、はい、まあ、あのスピード感がある会社だということなんですね。そしてね、業績も私確認すると本当に二桁成長がずっと続いているので、もう階段上どころか本当にどん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 というふうに成長してきているので、ここはねやっぱ投資家の方もぜひね、この業績の綺麗なね、あ、そうですね、なんか、まあ、株価が下がったのも結局ベンチャー投資のやりすぎで、うん、どうやかな、失敗してないんだけど減損って食らうんですよ。あ、分かります。あ、孫さんと一緒じゃないですか。そうそうそう、それの減損を食らったっていうのが一個と、あとは3、4年前かな、うん、プラスあの明日のチームっていう会社を M&A した時に、うん、まあ、結構赤字が出ちゃったんですよ、はいはい、でそれの焼却が結構でかかったんですよ、それで一回株価が落ちてて、で、まあ、業績ずっと上上がってるんですけど、最終利益が赤字とかになっちゃうんですよね、はいはい、会計上なんですけど、で今はもうそれがもう去年ぐらいからほとんども戻ってるんで、元に戻ってるんで、まあ、今はもうそう普通に、まあ、投資ももう普通に IPO した会社がいっぱい出てきてるんで、減損に追いつく、あとはさっき言ったその明日のチームの焼却も黒点してるんで、もう問題なくなってるんで、まあ、今のところ問題はないっていうのが、そうですね、はい、でも普通の正常状態に戻ったっていう感じで、戻ってきてますよね、はい、で今期もね、最終益で見れば 44% 増の見通しなので、多分だから一番見てもらったらいいのは営業利益ですよ。営業利益ですね。あ、最終利益か、うん、最終利益は 44.9% 上がってるはずなんで、ものすごい成長かなというふうに思って、多分1号棚もっと上がってると思うんですよ、ね、そうですね、素晴らしいですね。なので、まあ、投資家の方々もねこのあたり注目しながら、さらに、まあ、中長期的には ROE も 22% 目指している、はい、ということですし、はい、今年ですよね、今年も、あ、今年ですね、はい、で配当成功も 30% を目指しているので、はいはい、株主還元もしっかりされているということですね。このあたりも投資家さん注目してみてください。あの、力強いお言葉たくさんいただきましたけれども、こちらのチャンネル個人投資家の方がたくさんご覧いただいてますので、はい、ぜひメッセージよろしくお願いします、はい、まあ、多分なんか、まあ、事業自体は順調で、うん、多分もうずっと結構先ほど言った焼却と減損の問題ってもクリアになってるんで、まあ、ぜひ買ってもらえれば、そうですね、はいはい、分かりました。チャンスだと思います、はいはい、またね、機会がありましたら、はい、ぜひご出演よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。皆様いかがでしたでしょうか。ベクトル社、堅実な経営と、そして、まあ、自信のあるお言葉をたくさんいただきました。PR 広告業界でナンバーワンだけじゃなくて、PR かけるですね HR、 そして PR かける VC と、まだまだで、ね、成長が期待できる企業かなと思います。ぜひね、今日の動画のご意見ご感想ありましたら、概要欄の URL からコメントいただけますと大変助かります。本日はどうもありがとうございました。